動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格請負人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の学論をお届けをしてまいります。今回はですね、ライターの澤田氏誠さんにお越しいただきまして、はい、本の紹介でございます。今回紹介するのはこちらです。東畑さんの心はどこへ消えた、という本ですね。この本はもともと連載をしていた1年間のエッセイ、しかもそれがコロナの始まるですね、2020年の初めから連載し始めて、その途中にコロナが入ったと。で、当初の予定だとですね、心の専門家、この臨床心理士であり公認心理士のこの東畑さん、大学でも教えてらっしゃるんですけれども、カウンセリングルームを開きながら大学でも教えていると、そういう心の専門家として、今のですね、芸能ゴシップであるとか、あるいはニュースとかをバッサバッサ心理の視点で切り捨てるみたいな、そういう連載を考えていらっしゃった人が、なんとコロナでですね、結局コロナと心のあり方で、現代社会と心のあり方という形で、連載テーマがどんどん変わっていく模様が見れるという大変楽しい本でございました。本人はすごい辛かったですよね。そうですね、週1回の連載が1年間っていうことの難しさを、これは結構前掛けがかかるんですね。そうですね、しかもこれ人気がひどくてですね、なんか途中で打ち切りとかそういう可能性もあるし、あるいはもともと1年と予定だったけども、予定通り1年で終わるっていう時に、なんか残念さを覚えたというか、なんかそういうですね、東畑さん自身が2020年という1年間、コロナの始まった1年間をですね、どのように過ごしたかっていう心の記録にもなっているし、またそれを通して、コロナというですね、大きな物語を生きる我々にとって、心の在り方、今まではちょっと心とかっていうのはあんまり顧みられることはなかったけれども、自分の心の在り方、他の人の心の在り方にもう一度注目をしていくべきではないのか、というふうな問題提起をする本となっておりました。これが一言まとめでございましたが、なんかこの本、いい本なんですけど、すごい良かったと申します。解説するには難しい本です。エッセイを解説するってのはやっぱり、読んでください。そうです、自分の心と向き合うっていうことなんですよね。で、カウンセリングの実例がいっぱい出てるんですよね。そうですね、それを読むだけでも、なんか自分自身と比較して、自分自身もカウンセリングを受けてるかもしれない、そういうヒーリング効果っていうのはありますよね。ありますね。例えばここの中で、不登校の子が出てくるんですよね。もともとこの方スクールカウンセラーとして学校に入っていた時に、学校来れなくなった子がいると。で、その子の家に行ったらですね、めちゃくちゃ綺麗にきちっとしてあって、何話していいか分かる、ただ沈黙してると。で、お母さんがケーキ持ってきてくれると。おばあちゃんがケーキ持ってきて、食べ方ポロッとこぼしちゃったら、その瞬間その男のめっちゃブチ切れしてくるんですよね。汚すということではどういうことだみたいな、で、これはなんとかっていう国がこういうふうなことをやっていてみたいな、そういうことで、やたらガーッと言ってくると、ただその言ってくることをきっかけにして、コミュニケーションすることができるようになったと。で、例えば過剰に、例えば花瓶にきれいにしなきゃいけないという思いがあったからこそ、学校には行けないと。で、そこからちょっとぐらい汚してもいいんじゃないとか、汚いところ認めてもいいんじゃないのというのを、そういう、ケーキをこぼしたことをきっかけに会話を広げていくことができた。そこから再び、投稿できるようになったみたいなお話が出てきます。これ私も学校教員の側でもありますので、いい話だなっていう。だから確かにこの完璧思考が強すぎて学校行けなくなる人ってやっぱり結構いるんですよね。そうなんですよね。完璧じゃないと先生から怒られるとか、そう、後ろ身を刺されるとか、本当そんなこと全然関係ない。むしろできるようにできない、できる最初から全部できるなら学校必要ないわけですから。おっしゃる通りですね。で、この本の事例って割とそういう話が多いんですよね。例えば奥さんの離婚とかがあって、なんですかね、もともとチックが、起きるということで、悩んでいた男性の方がいると、すごくいい人なんですよね。で、例えばすごくいい人で人のこと悪くは絶対言わない超ポジティブな人がいると、だから奥さんとかが出ていったこととかも結構ポジティブで解釈してますし、会社がリストラにあったことも、自分にとってプラスだったと思うんですっていうふうに言ってると、でもそのチックの症状がどうしても起きてきて原因がよくわからないということで、そのカウンセリングルームにやってくる中で、なんですかね、その人が隠していた結構悪い気持ちというか、そういうのが言えるようになってくると。だから心で傷を負うと、絶対それはいくらポジティブにやったとしても、やっぱり別の反動が体に出てくるわけですよね。それが、この場合はチックだったり、人によってはやっぱりアトピーだったり、そうですね、何かしら身体問題として浮上していく。だからそれは絶対に何かしらの処理を施さない限りずっと残り続けるんですね。それがカウンセリングっていうものによっていろいろ明らかになると
まあ、それは顕在化させるってことになるけど、日本の場合それがまず病院にバス行っちゃうんです、ね、そうですね。だから感染的に行こうっていう発想はまずならない、うんうんうん、むしろ行くとやっぱりなんかやばいやつじゃないかな、むしろそういう世間の目みたいなところが難しいのかな。だからこそ自分の本心を蓋に締めてそういうのは言うべきじゃないと、そうそうっていうところで、まあ、しばらくそれで表面上人間関係できるんですけども、まあ、例えば何か人間人生のですね大きな危機が陥った場合、例えばさっきので言いますと、なんか会社リストラされるとか、あるいは学校ちょっと行けなくなるとか、別の事例ですけれども、なんか恋人はできるけれども1年以上付き合えたことが1回もなくて、人間関係を数年おきに全部リセットしてみるって女性の人であると、はいはい、まあ、そういうだからなんかうまくいかないなって現状が出てくると。でそういう時に東畑さん、この著者の人ですね、のところに訪れた人が、まあ、何度か通う中で、あ、自分がこういう風な本心を蓋をしていたことが全ての問題なんだと、そうそうそう、もっと自分の意思を、まあ、あえて傷つく覚悟を負ったとしても言わなきゃいけなかったんだな、いうことで自分がもっと素直になれるんだなと、もっと生きやすくなるんだなっていうのに気づいて、まあ、回復していくみたいなドラマがいっぱい出てきますね。それを読むのが実は結構面白い。なんか冒頭である説明があって、うん、はい、中盤から全くそのカウンセリングの違う話になって、はい、そしてまた最後にまた最初の冒頭とカウンセリングの話が結びついた結末、うんうん、そこの三段構造になってるやつ結構多いです、はい、でちゃんと面白くて読んで意味があるっていう大変いい本ですねこれ。非常にロジックがうまくできた。私が最高に面白かったこれ のニコチンパンジー、あー、喫煙をしてる人なんですけど、はい、まあ、禁煙をすると決意すると、はい、だからで禁煙をすると決めるとなんかニコチンを取りたくなると、でニコチンパンジーがなんか襲ってくるみたいな言い方をしてます、ね、はい、で例えば絶対禁煙できますとカウンセリングで行ってコーチングも受けるんですけれども、なんかうまくいかないとそういうなんか依存症を断ち切る辛さみたいなのがよく分かってくる楽しいエッセイを持っていまして、なかなかいい本ですが、なんかこの本を読んで思うのはですね、他人の心を扱う仕事をしている人ってやっぱ自分の心とやっぱ向き合ってることが多いんだろうなって、まあ、それはありますね、はい、自分の心がわからない人ってこれ結構逆に危険なケースもありますから、そうですね、これ結構昔からのカウンセラー問題というか、私も知り合いで臨床心理士になっている人とかもいますし、はい、私いたのは教育学部で、その隣の学科は教育心理学科っていうのがあったんで、そこでもあるんですけれども、はい、基本的にはなんか自分の心の悩みがあるからこそこれを解決するためにカウンセリングを学びたいっていう人もいるんですよ。自分を解決したいかな。そうですね、まあ、それはそれでいいんですけども、はいはい、だからその段階で終わっちゃう人って実はいるんですよ。だから自分の悩みを解決するためにやりましたっていうのって別に人救えない人も結構いるんですよ、はいはい、でもそれがじゃあそもそも人の心を直したいっていう人って、はい、なんか本当にそんなにいるのかどうかみたいな。なるほど、最初から直したいっていうのは まず自分を癒したい、はい、それが出発点だと。そうですね、はい、まあ、例えばこれ教員でもありまして、なんか私は勉強が好きだからその勉強の面白さを伝えたいとかってあるんですけど、はい、例えば私は学校じゃあんまうまくいかなかったからその学校じゃもう一回行き直したいみたいなことで教員目指すってないじゃないですか。あ、そういう人いたら逆に困りません？困りますかね、はい、私はなんか学校時代もう一度やり直したいから学校教員になりますって、あ、なんか視点が自分じゃないですか、はい、でもカウンセラーたまにいるんですよ。で自分の心の悩みを解決するためにカウンセリングを学びたい、はい、でそれをお金にしたい、あ、なんか違う気がするんですよ。それはね、結構それ闇かもしれない、カウンセリング業界、はい、だからカウンセリング業界やっぱ病んでる人って一定数いるんですよね。つまり自分自身が癒されてないって、カウンセリングが一番必要なのは実は本人って、カウンセラー本人が一番カウンセリング必要なって、はい、そういうケースです。そうです、だから人救いたいという自分をただ救いたいみたいな段階で終わってる人ってたまにいるんで、だからまあ、それは私みたいなセミナーとか講師業界の人間もそうですし、塾やってる側もそうですけど、はい、教えるのが好きっていうことって、要は自分が教えてな満足するで終わってる人も結構いるんですよ。そうじゃなくて相手に対してどんな価値を提供するかとか、はい、相手がどういうふうなことを学べて変化するかっていうところまで、はい、やっぱなんか意識持てない人も多いとか、自分に対しても言ってますけどね、これは。いかに高い価値を相手、まあ、はい、生徒さんだったりクライアントに提供するか、そういうことですね。そうですね、だから場合によってはこれカウンセリング、ここには出てこないですけどめちゃくちゃ多分傷つく事例もあるはずなんですよ。それはあると思いますよね。まあ、中身は、まあ、結構ちび、うん、まあ、さらっとから結構ちびとろのカウンセリングが続いたみたいな描写があるんです、はい、実際はかなり本当にすごい過酷なやり取りがあると思うんです、はい、まあ、そこはさすがに、ね、まあ、本人のプライバシーの問題があるから確保はできないですけどね、うんうん、だからそういうですね、
なんかカウンセラーとならではのなんか人間的な成長を遂げていく物語。だからこの本はですね、2020年のこの東畑さんの1年間を通して、東畑さん自身の心の変化も描きつつ、読んだ人に例えば、あ、心って結構いろんな深い動きがあるもんなんだなっていうのを学べるという、まあ、大変いい本になってますね。はい、すぐ読むし、でも私、文藝春秋誤解してたなと、ゴシップ好きのおさわさんが読む雑誌だとずっと思ってたんですけど、多分文章法が炸裂みたいな、はい、いろいろありますけど、いい雑誌なんじゃないのって思いました。こういうのを毎週読めるんだったら、はい、でももう連載終わっちゃったんですよね。今度はだから再開、連載を再開して、今度こそはだから芸能ゴシップとかバッサバッサ切るような連載になると楽しいっすよね。多分、だろうね。はい。東畑さん版文春砲みたいな。ああ、そうですね。はい。それにしても東畑さん、なかなか、なんか面白い人ですね。なんか、すごい。キムタクが夢に出てくる。ああ、ありがとうございます。なんかジャニーズ解散が気になって、仕事中もずーっと調べていると、夢にキムタクが出て、キムタクに抱いてもらえる。こういうの書ける人ってあんまないですよ。キモいじゃないですか。はい、そう言っちゃうよ。いや、だってはっきり言えないですよね、そういうふうに。だから、いや、すごいなっていう。はい、だからそれだけ心の専門家であったとしても人間の心ってやっぱ複雑だっていう。いや、これはね、やっぱりユングだとかフロイトだとかやっぱりまだまだ解決されてない部分っていっぱいあると思うんですよ。これある方が言ってた話なんですけども、まあ、経済合理性って年々上がってるじゃないですか。だから例えば車1台作るのって、昔は職人が何ヶ月もかけて作ってたようなものだったのが、例えばベルトコンベアで流れ作業で1日何万台も作れる、はい、でそれで価格も下がったと。で自動車産業が始まったのでだいたい20世紀の初めなんですけど、カウンセリング業界もそこから始まったんですよ。だからユング・フロイトの頃っていうのは20世紀の初頭じゃないですか、はいはい、でユング・フロイトの頃から診察にかかる時間って実はほぼ変わってないんですよね。はい、自動車業界はだから車1台作る何ヶ月かかるところからもう一瞬で作るみたいな、はいはい、まあ、結果的にはだから毎秒毎秒車を作るみたいなことができてるわけなんですけども、はい、改善の結果で、はい、で合理性が進むと、はい、一方カウンセリング業界って何にも合理性が変わらないと、はい、ってことはそれだけ人間の心ってカウンセリングとかそういう精神分析でできて100年経ってもやっぱまだまだ分からないことが多いってこと。考えてもむしろもっと時間かけなきゃいけない。そうですね。っていう部分あると思うんですよ。だから、むしろ合理化しちゃいけないわけじゃないですか。合理化、まあ、行く回数が例えば50回で気づくことを30回で気づければ、まあそれは確かにその人のメリットになるんですけれども、やっぱそんだけ100年間知見があって、いろんな論文が出て、いろんな研究があっても、そんなになんか変わらないと、時間自体が変わらないっていうことは、やっぱり人間の心の深さですよ、ね。深さですし、このケース、はい、こういうケースがあるから、なんていうか、方程式みたいなのが存在するわけじゃないので、ね、うんうん、こういうケースはこういうふうにやればいいって言って、でもその人に会っても別の人には余計気づくってことがある。だから、そんな単純なもんだよね。それには当然、カウンセラーの力量とかが当然、問われるわけですから。そうですね。これでも教育とかも全く同じで、はい、例えば九九を効率的に覚える方法っていうのは、大体なんか昔言われた何度も声に出すっていう方法から何も進んでないところもありますし、例えば昔から例えば、小中高と、十数年間勉強するというところのシステムも、まあ、基本的には戦後すぐから何にも変わらずに今に来てるわけです、ね。6334制。だからそれを考えますと、なんか人間に関わる部分ってやっぱ合理性とかだけでは追求できないところもあるし、だからこそですね、そういうものに時間をかけられるような社会にするのってすごく大事だなっていう感じの本を読んだんですよ、ね。そうですね。はい。だから、まあ、この本もそうですけど、人間の心ってやっぱ自分の身近な人でさえも結構心の内部の問題ってわからないし、はい、でそういうのを例えば誰にも言えないからやっぱ悩んでる人ってやっぱ結構いたりしますよね。だからこそこういうカウンセリングとか自分の心に向き合う時間、もっと言うとなんか抑圧してるとか、こういうの言っちゃダメだなって思ってるところも、何らかのところで、まあ、誰かに相談を気軽にしていくっていう、まあ、そういった日常的な取り組みって、やっぱなんか自分の心を守る意味でも、ああ、そうですね。はい、また他の人を傷つけないとか、他の人と仲良くやっていく、楽しくやっていくためにも、まあ、重要なんじゃないかなと。そうですね。はい。そうそう、はい、っていう感じでまとめてしまいました。いかがでしょう。いや、そうそうですね。はい、なんかいい本なんですけど、なんか語りにくいっす。なんでしょうね、これ。うん。いや、うん。はい。別に語りにくいからダメってわけじゃ全然ないです。すごい面白い本で、ね、だから読んだ後、だからこれで仲間とディスカッションしたくならないタイプの本ってあるじゃないですか。ああ。はい。これ多分そうだなと。なるほど。なんか完結してるので、
で、あの心ってやっぱ大不思議だよねとか深いよね、だからこそ自分の心とかを向き合っていって、なんかこういうのしちゃダメと思ってるところに実はあのそれを解放していくところに、そう、はい、今後のヒントがあるよみたいな。結局心の問題って自分最終的には結局自分で向き合う以外ないんですよ、うんうん、まあ、カウンセラーっていうのは一つのきっかけに過ぎないっていうか、うんうん、俺絶対依存しちゃいけないんですよ、ね、ですから、ね、そういうところっていうのを、まあ、読むことによって気づきも得られるわけですから、うんうん、これはそういうケーススタディーにいっぱい載ってるんで、それはそれですごく自分にも当てはまるところを、ね、学ぶところがたくさんあると思うんですね。この事例だから1回か短い割に結構グッとくるものがあったりしますよね。あ、これすごい泣けてくるなみたいなの、だから大変いい本になってますと。ポイントとなるのは、なんか私そもそも不思議に思うんですが、フロイトの時代から基本ってカウンセリングって誰かと話をすることで、なんかカウンセリングで悩みが解決したりとかトラウマを乗り越えたりできると、この話ってことでやっぱ本源的ななんか意味があるんでしょうね。今実は澤大さんと読んでる本でオープンダイアログという本がありますと。まあ、これは何かというとカウンセラー役とか特に決めないんですけども、グループでお互いのこれまでの思いとかを打ち明けて、それをみんなで共有をすると。それを何度も繰り返す中で、例えば今までの家族のトラウマの話とか自分の嫌な思い出とかが浄化されていくと。だから人間って実は話すこと、誰かに話を聞いてもらうだけで癒しの効果というか、なんか悩みを乗り越える、なんか自己修復性みたいなものがあるんですかね。そうですね、話すことによって相手が共感してくれるっていう、それって何か自分の心をまた回復していくっていう何があったと思うんですよ。不思議だなと思うんですよね。だって例えばなんか話すだけで、だからそのうつ状態が治っていく人とかもいたりしますし、あるいはなんか長年のなんかどうしてもチックが治らないみたいなところも話すだけでなんか楽になっちゃったりすると、人間って不思議ですよね。話すことによって自分はこういう問題を抱えてたってことに、はい、気がつく。自分じゃやっぱ気づかない視点と他者がいることによって、うんうん、だからそれ、だからやっぱ心は2つあるってことですね、はい、私の心の読者であなたの心、心が1つ存在するために必ず心は必ず2ついるっていう一説がありますけれども、うんうん、心ってのは自分だけではなく相手が存在することによってより見えてくるっていう、そういう性質があるんですよね。人間存在というのは存在の前提として、なんか他人の心というのが必要だと。他者が必要なんですよね、はい、でその他者の心役を、まあ、多分今までの社会とかだと、まあ、友人とかコミュニティとかが担っていたけれども、はいはい、なかなかそういうところだけで解決しきれなくなってくると現代社会が複雑してくる、あるいは孤独で悩むようになっていると、まあ、だからこそカウンセラーとか、あるいはカウンセリングコーチングみたいなものが出てきているわけですね。だからこそ、まあ、人間の心やっぱなんかそう複雑なのに、なんか誰かに話すとなんか解決すると、なんででしょうねっていうのはずっとこれ読んでて思いまして、だから最新鋭の理論とか使っても結局カウンセラーと話をするとかなんですよね。なんかだからフロイトの頃とあんま変わらない結論になってしまうと、うん、それだけ不思議ですし、うん、やっぱそういうそれに関連する論文も多分出てると思うんですよね、うん、っていうところでちょっと人間の心の奥深さについて考えられるのではないでしょうか、はい、ただ個人的にはこのニコチンパンジーの話が一番面白かったので私はぜひニコチンパンジーの話をしたいなというふうに思います。それは当然ないです。そうはないです。僕はそうはないです、はい、あのこれ昔もらいたばこでですね、なんか本当残業とかしんどい時とかに車の中であの同僚の先生にもらってタバコ吸ってた時期はあるんですけど、なんか違うなみたいな、はい、っていうところですね。だからあの時にタバコにドハマりしてたら多分この事務所もっと煙っぽい感じになってたと思う、はい、ということで心はどこへ消えたというところですね。現代社会だとなんかあの個人の悩みとか実は結構言いづらくなってきてますと。特に Zoom とかの会議とか、あるいはあのオンラインのテレワークをやっていると、まあ、仕事やってパタンとノートパソコン閉じたら孤独になると、はい、でその後本来であれば例えば会議室の帰りの廊下の中で癒しの効果、はいはい、っていうけどあの人もさ、うん、そういうなんか愚痴を言うことでなんか心の補いができてたところが、はい、本当綺麗だけで終わってると。そうなんです、はい、でも廊下が必要なんですよね。廊下が必要ですね、だからもう、はい、本音の打ち合わせというかなんかある意味会議とかですごい高尚な話をした後、ね、言うけどさみたいなのを帰りの廊下で話しながらでその後どっか飲み屋行ったり食事行ったりすると、はい、っていうところである意味本来の建前的なところと本音的なところのバランスが取れてたのが人間社会だと、はい、でも Zoom とかだけあるいは動画とかだけ、まあ、これも YouTube の動画なんですけども、はい、建前しか残らないと、そうなるともっと心やばくなりますよねっていう、
特にまあ今つながりの大事さとか言われていますけれども、基本同居している家族がいる人はそれでいいですけれども、そうじゃない人って結構やっぱ辛くなってますよね、うん、だからこそ今の時代こそ他の人とつながっていって、その方の悩みであるとかどういうことで困ってるのかなっていうところをまあ聞けるというか、まあ一緒で共有して、あ、大変だけど一緒に頑張ろうねって言い合える関係がすごく大事だなと。だから東畑さんのこの本読むと、なんか、あ、他の人の存在ってありがたいんだなと。というか、もっと言うと会議の後とかに愚痴が言えたのってあれ幸せなことだったんだなっていうのは。やっぱりリアルで会うっていうことの大事さ、はい、そういうところやありますね。ということで、今回心はどこへ消えたという本でございました。まあ、まとめますと、これが2020年から1年間ですね、東畑さん、当時は、バジー、東畑という名前で、連載をしていた、文藝春秋に連載していたものをまとめた本となっていますと。で、本来であれば芸能ニュースとかゴシップ、そういったものをですね、心理の視点からバサバサ切る内容になる予定が、なんとコロナになったと。だからコロナにおける心の在り方で、もっと言うと現代社会と心の在り方ですね。だから心というのはある意味カウンセラー同士、カウンセラーと話してですね、悩みが解決するというふうに、ある意味なんかある意味すごく単純なものではあるんですけれども、なぜ人間がそこに心上に課題を抱えるのかとか葛藤をもたらすのか、なぜそれで鬱になったりチックになったりするのかっていうのをやっぱまだまだ分かってない。だからこそそういうですね、心の奥深さが実感できる本となっていますので、読んでみると結構癒される人もいると思いますね。これおすすめでございますというところでございました。澤田さんから最後何かありますでしょうか。いや、もうちょっと、まあ、家族さんこれでいい。わかりました、はい。ということで、こんな感じの情報発信やっておりますので、もっと見たいという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。